今週もやってきました、レオチャレ。今週はドリブルをやります。今週のドリブルは、ラインを引いてラインの横に立ちます。そして小指でボールを横にずらす。この時に足はラインよりも向こう右側に来ます。右に来たら今度親指でボールを触ります。これの繰り返しやっていきます。小指、親指、小指、親指、小指、親指。最初は難しいと思います。ゆっくりやっていきましょう。小指、親指、小指、親指。ゆっくりできるぞっていう生徒は早く。小指、親指、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 小指、親指。このドリブル練習の時にボールを触ってない足、必ずラインを飛び越えてください。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。今週のレオチャレじゃんけん、最初はグー、じゃんけんぽい。レオコーチはチョキを出しました。グーの人が勝ちです。来週も見てくださいね。バイバイ。